おい、ドイツ村なんもねえぞ。お土産めっちゃ綺麗やぞ。ボート行くなら井の頭公園行け。なんで井の頭公園行かすやつ。ボート入り口に近すぎるぞ。ボート入り口に近すぎる。だからすぐじゃねえか。ダメだったら控えめにフラッシュモブ。売れた後のボートの帰りどうするのどうするの。合図もらって。カバン見してボートで帰ってた時も赤旗か白旗か上げて赤旗って成功で白旗だった。控えめだ。これぐらいでフラッシュモブして。赤旗だったらこれぐらいで。慰めモブ行きます。わらわら、好きな人に告白してきたぞ。好きな人に告白してきた。は？好きな人に告白してきた。いいじゃん。どうだったの？は？4名。おいおいおい。どうだった？ナイストの日に。お、結果へ。結果へ結果。どんまい。どうだった？ナイストライ。わら。赤ちゃんできるぞ。元気さんばんしてくれない？付き合って良いらしいけど。今度デートしてからまた告白する。どういうこと？これは振られましたね。どういうこと？願望付き合っていいらしいけど、今度デートしてからここに来るわけないだろ。どういう状況ですか？ん？どういうこと？どういうこと？米番、雑な告白したんか？俺ってデートに誘っただけ？なんかおかしいな。塩を塗り続ける元気。お前なんて告白したの？ナーナーに告白して怒られたから、誠実に告白する。あー！そういうこと？チャリ乗ってて、なあ、俺ら、好きやねってやったら、いや、ちゃんと告白してって言われたら。ちゃんと後ろにこれ彼女乗ってる、こうやって乗ってる状態で、二人でこうやって乗ってる状態で。こうやって乗ってる状態で。うん。あ、次これあの、俺ね、あの駐車場の話、駐車場の話。うん。イッチが所有してる駐車場での話ね。ターゲットリストが増えた。めっちゃ日が無限。わら。普通にチャンスあって切れれそう。裏でニヤついてるんだろうな。無形の大人いやーけどまあ。青春豚野郎はつい。おめそう。ラリアットしたい。てかその状況なら付き合えてね。青春を味わう前の子供もいるんです。こんな若き日が俺らにもあったんやな。ママチャリにブロッコリー言えんぞ。じゃあ、告白のシチュエーション考えようぜ。俺らで。自慢いいね。うん、いいか鬼瓦、いいかよろしく頼むぜ、よろしく。ちょっとやれよ、それマジで。〇〇で、〇〇の時に、〇〇を渡して、〇〇してください。これで、これでいこう。これでいこう。まずは、場所、場所、場所。ラブホ、ラブホ、入れ、観覧車、学校、河原、スペイン村、スペイン村、どこだよ、マスペイン村のチュロス食べながら、ディズニーランドのホテルで、島スペイン村ってなんだよ、そうなんだろ、てか、島スペイン村、遠かったらどうすんだよ、わらわら、地味に高いの草、村に、行けんの島スペイン村、お前ちゃんと、わらわら、行けるか、行けないらしい、行けない。いけないって。いや、しょうがない。じゃあ、ちょっと島スピン村以外に。東京の施設だったらいけるか。東京の施設。東京のテーマパークっぽいところでもう一回撮り直すか。まず、後楽園遊園地。後楽園遊園地。相模湖プレジャーフォレスト。チームラボ。相模湖プレジャーフォレスト。東京といえば皇居。え？井の頭公園。井の頭公園ね。国会議事堂。姫路セントラルパーク。姫路セントラルパークはダメだ。成長平成大学。応援になってない。中山って遠いの？高尾さん、上野動物園、帝京平成大学は、帝京平成大学こっち、アンケートで絶対帝京平成大学たちは、ダメだ。東京ドイツ村、スカイツリー。あ、東京ドイツ村ってのがあんの？いいじゃん。日光東照宮、東京ドイツ村。有名遊園地、帝京平成大学内アンケ。井の頭公園は破局する場所として有名です。あ、そうなんだ。お前ら井の頭公園は破局する場所として有名らしいぞ。井の頭公園で付き合ったやつら、あの、分かりらしい、お前ら。お前ら、やばい、あと10秒だ、やばい、やばい、あと10秒。ああ井の頭公園、もっと早く行ってくれ。デート先決めてる？いつ、東京ドイツ村行けるな。次、いつだな。いつ入園時に、東京ドイツ村。何もないぞ、上野公園。はい！ここがすごい、何があるんだよ。わらわら、東京ドイツ村はマジで多すぎる。富士急ハイランド、東京ドイツ村、ソーセージ食いながら、とかあーいいね、ソーセージ食いながら。公園はすでに終わってて草、馬の上で、というのは、別れたら帰ろうぜ。風車があるの？あ、風車の下地じゃん。じゃあこれで。大丈夫、女が待ってるよ。ラメおっさんと一緒に、イルミの前で。ソーセージか。風車の音で聞こえないっていう。ああ、風車いいな。風車でさ、あの、俺の何やしてくれって言ったら、俺なんか、へえ、何？風車の声で聞こえないって、じゃんっていうやつができるぞ。風車の下だったら、風車の下ってこれができる。終わってる。キモ、そんなことさせねえよ。このままぶっ飛んでしまえ。風車そんな音出ないんだ。
どんだけ激しい風車なんだ。漫画の見すぎ。風車の下になった。何やってんのか。ちょっとロマンチックな感じになったぞ。何々を渡して。ソーセージ。指輪、ソーセージ、結婚、ごめん、そう、片膝ついて花束、ソーセージ渡せ、ソーセージ、ソーセージ、食べかけのソーセージ、下ネタはダメ、下ネタはダメ、並んでください、赤ちゃん手帳、赤ちゃん手帳、ゴム、赤いバラ、赤いバラ、オッケー、赤いバラ、エンゲージリング、わらわら、あ、リングか、リングね、リングね、リング、妊娠検査キット、手紙、提書。髪の毛リング。あ、手紙いいね、手紙。手紙、手紙やん、手紙やん。大量のルマンド、トンネル、家の鍵、クロムハーツは外せない。あ、クロムハーツ。ドイツの国旗、クロムハーツ。パンツ、わらわら、スプラ、ハンマー、ソーセージ、赤いバラ、指輪、手紙、クロムハーツ。フラッシュモブ、オリバーカーンの写真渡して俺の守護神になってくれって、振られたら返してもらいな。オリバーカーン、誰もわかんない。最後、まるまるしてくださいわ。まるまるしてください。俺より1秒でも長く生きてください。ニコルの中で黒にしようとしてるじゃん。ちゃんと告白できるんですね。一緒にしませんか。ドイツ語で告白。ドイツ語で付き合ってください。目で上げて、セフレになって、おかけください。一本締めでよろしいでしょうか。熱唱。彼女なんて軽視人生かし、パンツいいな。ビッキリベビッキーラッシュモブ。詩を読む。僕の恥ずかしいところを見てください。魔王を歌おう。はい。AS、オフ、よ。二人の家を建てよう。どうなった？東京ドイツ語に勝てねえ。フラッシュモブじゃめっちゃおもろいけど。一生一緒にいてくれや。もしお前がガチでやるんだったら、俺らフラッシュモブしに行くよ。本当に。それは。ああ。やば、わらわら。マジでやりに行くからな。ああ。ドイツ語強すぎる。いや、俺らがやるから。俺ら行くぞ。フラッシュモブで。オフ会やるよ、俺ら。フラッシュモブが、本当に。リスナー参加型、わらわら。1700人集まるやん。とかで行っても踊れないぞ。札幌から行くぞ。フラッシュモブ公式整理班。ここに行けます。フラッシュモブキャラなら任せて、東京に戸村、北の大地から行くべ、よろしくやるよ、わらわら、おう、百鬼夜行、くそ、わらわら、わらわら、おう、フラッシュモブになったやん、わらわら、くそ、となので全然言葉で告白、いや、それは告白できるよ、告白できる、もちろん、普通に言葉で告白できるよ、だから、ちゃんと言葉で告白できる、俺らフラッシュモブするだけだから、言葉で告白したいらしい、俺ら普通に、フラッシュモブしてるだけだから、大丈夫、その後告白できる、ちゃんと、最後の決めはお前だから、決めはお前だよ、フラッシュモブ分かんねえ。あなたあなた、じゃあ、まあまあいいよ、もうドイツ村で黒マーツ渡して、告白まででいいよ。うん。その代わり、写真撮っといてくれ。二人で付き合った時に、ちゃんとそこの場所でちゃんと写真撮って俺に DM してくれ、後で。彼女の顔とお前の顔隠した状態で。ああ、よし。頑張った証に何かあげよう。いや、頑張れ頑張れ絶対いる絶対いるお前相手に済ましで2万ドイツ語の風じゃねえよ。楽しみが勝つだというのに感じる人と行けと思う。お前、風じゃねえ適当なこと言うなよ。ドイツ村のホームページにできたけど風じゃなさそうよ。おい、ドイツ村なんもねえぞ。お土産めっちゃ綺麗やぞ。あ、ボートあるぞ、スワンボート。出身だけど人。おい、ドイツ村スワンボートあるわ、スワンボート。ボートいいじゃん。ああ、ボートいいじゃん。ボートにしようぜ、ボートに。ボート行くなら井の頭公園行け。なんで井の頭公園行かすやつ。湖の上でクロムハーツ渡すか。ああ、そうだね。ボート池で、クロムハーツ渡そう。ボート入り口に近すぎるぞ。おお。ボート入り口に近すぎる。チャレンジで中身クロム入れとこ。圧をかける。東京ドイツ村の遠い前で。だからすぐじゃねえか。断られたらボートごと沈むよ。ボート行くクロムハーツ。いきなりじゃん。みんなでボートから沈み込んで。後ろからみんなでついて行ってフラッシュモブ。順路的にこっちだから。いきなりボート。わらわら。スワンボート漕いで帰るだけにならない。だから多分あれだよな、ドイツ村側からすると最初に入ってボートってやっぱ一番体力使うから、ボートで体力使って疲れたところにフードコート行ってご飯食ってほしいってことなんだろうな。多分そういうことなんだろうな。ダメだったら控えめにフラッシュモブ。生まれた後のボートの帰りどうするの、どうするの、やめとけ。合図もらって車番組してボートで帰ってきた時、赤旗か白旗かあげて、赤旗だったせいかで白旗だった控えめのこれぐらいでフラッシュモブ。赤旗だったらこれくらいで。慰めモブいきます。わらわら。フラッシュモブで圧力かける。手ぶつでフラッシュモブしてますよ。わらわら。控えめってなんだよ。
いやーけどフラッシュモブやりてもう、もう勝手にやりてフラッシュモブ。俺らだけで勝手にフラッシュモブやりてえな、もう。控えめフラッシュモブなんて聞いたことねえぞ、わら。控えめなフラッシュモブ、ただの挙動不審の不審者集団でくさ。何もしないけど、日時だけは教えて。石本くんを伝令役にしてひたすら始まってるか。頭がフラッシュないよ、もっともったいない岸本の使い方するか。はい、どしとくわ。あ、岸本、ちょっと先、あっち、ちょっと先回りしてくれ。岸本くん今から走ってくるってよ。才能の無駄遣い。めっちゃ速い伝令。世界一もったいない。モチベクッソ上がりそう。岸本くんを何だと思ってんだ。リアタイムオスティング勢は腕に特定の色の布とか巻いと思うぜ。有効活用。その日タキシード着てるやついたら俺です。